全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部コタックです。タック TV の実写チャンネルということで、本日も1時間ラジオお付き合いください。今日からなのかちょっとわかんないですけど、景観が変わりまして、スタジオ作ったっていうとなんか偉そうですけど、ずっとやりたかったんですよ、こういうの。この記事なんていうか知ってるか？ベルベットっていうよ。お金貯めました、頑張って。すごい落ち着く空気で、まあ、1時間やりたいなと思います。ただ気づきました皆さん、1時間ラジオって言ってるのに30分しかないんですよ。1時間喋ってるんですよね。つまんないとことか噛んでるとことかをこのガッてカットしたら絶対30分ぐらいになるんですよ。30分無駄喋りしてるんですよね、これ。これはちょっとね、やっててね、精神的に辛くなってくるんですよ、編集してて。今日26分やんとか。で、せっかくこういう撮影のスタジオっていうのも作ったんで、まあ、週替わりのパーソナリティ、これ以前言ってました。ゲストの方をお呼びして、その週ですね、その方に一緒に喋っていただく方っていうのを毎回呼ぶという形で、ちょっとね、試し種類もあるんでやってみていただきます。ただやっぱり試しなんで、なんかちょっとこう違うなみたいなのがある可能性あるじゃないですか。そんな時にこの一発目のゲストっていう方をやった後にすぐ辞めたってなったら、まあ、その方がちょっとこう傷つく可能性もあるんですよ。俺が出た後この企画終わったなみたいなそれだけはちょっと避けたいなということで、今回そうなってもいい方をゲストとしてお呼びしました。クリサイステさんです。ちょい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 これ俺芸人の時もやったことないね、これないね。あ、今のですか？ないね。うわっと思いましたけどね、正直。でしょ、ないね。ちょいちょいちょいとかやるんや、やらへんね。みんなが去っても俺座ってるからできへんねん、あれ。いや、そこは立たないとじゃないですか。お久しぶりでございます。お久しぶりです。明けましておめでとうございます。本当だ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年って会ってないっすっけ？会ってないよ。あったの年末でしたっけ？あれ年末、年末。今年初ですね。初です。あら、会いたなと思いました。1ヶ月ぐらいですよ。いや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 、恋人やったら拗ねてます。恋人じゃないから。違う、長くない。あと、はい、まだ突っ込むとかありますよ。失敗してもいいかなと思うゲスト呼んでます。もう忘れてたわ、そんなところ。そのちょいちょいちょいっすか今。そう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 、そこ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 で一回全部、あれ生産の魔法の言葉じゃないの？ちょいちょいちょい、ちょいちょいちょいですか、はい、でもあの後が大事なんじゃないですかちょいちょいちょいのなんか、あ、な、あ、そうなんや。下手くそなんでちょいちょいちょい。今だから30分はペース上がらんと思う後悔で、まあ、今回また1時間切ることになりますよ、そしたら。で、30分2人で。今まだだって使えるとこないでしょ。賞味30秒ぐらいですけど。いや、ただ1時間取った賞とか、前代未聞でした、そんなの。いや、これ一発目のゲストで。ありがとうございます。呼んでいただいて。ありがとうございます。いや、最初にこの部屋行った時にやっぱ気になったよ。広辞苑とオープンフィンガーは。あー、気になります。やっぱこの。これ気になる。まだこれ、実は完成してなくてですね、うん、こっち側壁をですね、濃いめの赤にしたいな。シャーロック・ホームズに憧れてるんですよ。忙しいね、綾野剛に憧れたり。綾野剛の見た目をしたシャーロックホームズに憧れてましたよ。はい、これとかシャーロックの時代の気になったけど無知すぎて触れなかったそこで何置いたいかなみたいな、なんか全然ちょっと定まってなくて、はい、ゲストで出てもらった方とか、うん、来ていただいた方の、うん、写真とかも置いてくるいいかなと思って。やめた方がいいって、絶対やめた方がいいですかね。絶対ダサくなるって年齢層高めの方の方がスタジオ気に入ってくださりそうだなみたいなのがあるんですよ。ちょっと待って、入る瞬間に、はい、絶対国沢さんこの部屋好きですよって言ったら俺のこと年齢層高い組に入れてるもん、はい、どう見ても20代なのに38です。見えないんですよ。そこなんか怪しいっすよね。なんかやってます、悪魔の生贄みたいに、こうレザーフェイスじゃないですけど一回多分錦戸亮も挟んでるでしょ。錦戸亮やった挟みたい。今年も言われるし、やっぱ若々しいですねって、国沢さんって。同年代の方とかリスナーさんでいて、はい、6人息子がいますとかさ、そんなにいるのって。俺おってもおかしくないんだと思うと、もうゾッとするんですよね。え、なんかご結婚のご予定とかないですか？ないんすよ全くですか？全く。え、焦りは超えた？めちゃくちゃ願望あったんですよ。結婚願望めっちゃ強くて、子供の頃からもう20代前半で俺は結婚するんだって決めてたんですよ。20代のうちで結婚そうだなっていう方がずっと結婚しなかったりみたいな。ありますありますあります。僕らが友達の結婚式が、うん、はい、え、この人がみたいな。意外とその早めに結婚しそうだなみたいな方とかは、はい、なかなか結婚してないんですよ。タックさんもなさそうっすもんね。多分遅いと思いますわ。うわ、やだな。最近こういう帽子買ったんですよ。はい。僕そうです、未来のタックです。顔ギュなっていくんや。顔ギュって誰が寄ってんねん。痩せたんですよ。あー、そういうことか。もう年末、はい、体調崩して、イブイブに。イブの前のことイブイブって。イブイブ40度ぐらい熱出たんですよ。出すぎでしょ。年の高度ぐらいまで出てますよ。出てる。そう。で、5日ぐらい続いて、何も食えなくて、5キロ、6キロぐらい痩せたんで。で、治ったと思ったら、今度顔面めっちゃ腫れて。中の親知らずがまた、うわ、悪化して親知らず抜いてっていうので。今年はまだ何もないですか？大丈夫ですか？めっちゃあります。あるんすか？あるよ。動画でも僕俺言いましたけど、はい、世界一不幸な男って、はいはいはい、あれ決して比喩で言ってるわけじゃないっていう、はい、本当に不幸じゃないですか、うん、はい、ちょっと待って、違うね。これだけ僕も訂正させて、うん、はい、不運なのよ。あー、さ、ごめんなさい、そうだ。そうでしょ。そうです、そうです。不幸じゃないです。僕、こんなんでも生きてて幸せっすもん。
まあそうですね、クリスターさん目線からしたらそうです、それは失礼しました。そうです、それタックさんと仲良くさせてもらって楽しいし、はいはい、今年もやっぱ不遇なんですか。今年は結構ありますよ。熱出して倒れてる時何もできなかったんですよ。携帯見たら眼球の奥痛くて響くんですね。響くんですよ。だからもう本当に5日間ぐらい自問自答しかできなくてもっとあるでしょ、他に何もできないですよ。ずっと売れてから楽しまなって思ったんですよ。成功してようやく楽しむ、はいはいはい、今は苦しむ時間だじゃないですけど、そうそうそう、はい、苦しむ時間長すぎてあれと思って、このまま例えばこの体調悪化して亡くなってしまったら俺楽しまずに終わるやん、嫌やなって思った時にもういいやと、売れてなくても楽しもうって決めて、でみんなと仲良く楽しんでハッピーでいたいなと思ったから、はい、チャンネルの色合いも変えようと思って、はいはい、オカルトだけではなくて怪談歴言うたら長いから、はい、この人すごいよっていう人とかをもう絶賛して動画にしようとしたんですよ。だからタックさんのすごいところとかバーって言ったらほんまに好きやから言ってて気持ちいいし、見てても嫌じゃないじゃないですか。でリスナーさんも見てて嫌じゃないじゃないですか。僕もねそういうのやったことありますもん。ありますあります。YouTuber でとかでやりましたよ、はい、で僕もそう思って出したんですよ。はい、めっちゃアンチ来ました何をアンチするんですかそれに。お前が言うなってごめんなさい不幸ですちょっと思ってた、楽しむって難しいなと思ってます今。あ、難しいですね、はい、あのそれすごい大事かもしれないですね、確かに、うん、楽しみながらやるみたいな。だから一個趣味全面に出そうと思って、窓際マスターベーションでしたっけ。窓際マスターベーションじゃないです、堂々とマスターベーションする。そうだ、堂々とマスターベーションの方です。違う、どう趣味を出していくんですか。違う出さない。国沢さんの趣味ですか、はい、あれですか、うん、呂布カルマさんと一緒ですか、グラビアアイドルの写真をツイートするみたいな、うん、で違うよ、僕がやったらちょっと痛いでしょ。呂布さんやからあの成り立ってるけど。ああ、そうそう、はいはいはい、国沢さんの趣味ですか、はい、聞いたことあります僕。ないと思う。あ、うん、分かったかもしれない。何、格闘技、キックボクシングですよね。キックボクシングもやってる。聞いた、趣味じゃない。まあ趣味とエクササイズ兼ねてますから。なるほど、ね、ああ、なるほど、はい、いやちょっと与えられないですね、うん、趣味。そんなに引っ張ってもみんな興味ない早終わらしたいなって焦りはあったんですよ俺ずっとそう、巻こうとしてるなっていうのは分かってました。めっちゃ思ったでしょ。なんで伸ばすんやろって、こんなにどうでもいい話、はい、ちなみになんだ。僕ポケモンが好きなんですよ。ポケモンがポテカとかね、はい、ずっと好きで、はい、でもここでもやっぱり不運さが出てて何にも欲しいカード当たらないですよ当たるわけないですもんね。国沢さんがなんかいいカード当ててるのか全く想像できないというか、なんなら開封の時に丁寧にやるんだけどカードまで切っちゃうというかその時だけ自分の欲しいカード出るかもしれないですもんね。あーってなってるみたいな、うん、世代的にドストライクで緑とか赤とか、ね、そう、はいはい、でどっぷりハマってしばらくハマってて、はいはい、中学生で一回離れるじゃないですか。まあ大人になってもう一回戻ってきた感じですね。ポケカって戦わないでしょ。戦います。バトルやってます。いや僕友達いないんで脳内での脳内でのブルルルブルルって。ポケカとかワンピースのカードって僕戦ってるとこ見たことなくて、うん、めっちゃ大会ありますもん。ポケカの大会ってあれ戦ってるんですか。戦ってます。あ、やばいな、コアなファンスだから怒られそうです。ポケモンカード高騰化しすぎて窃盗団まで増えてるみたいな。増えてます。やった、やるかい。やるどころか、なんでそのカードやってんって思った。あ、そうなんですか。はい、もっとだって値打ちあるやつもいっぱいあるのに。最高どれぐらいまでいくんですか。何百万ザラっすよ。結構ありますよ。何百万、はい、カードがでしょ。カードで一番すごいのが確かね1000万で取引されてる海外のやつらしいんですけど、有楽者さん、うん、あのヒカルさんの動画とか、うん、あそこにありました、ね、なんか1000万のカードみたいなね、なんか思い出しました。いくいく今あかんわ。今いろいろなところで問題になってるのに。レアリティが高いもんっていうのもあるんですけど、はい、バイヤーが良くないんですよね。あの全部買い占めちゃって市場に出回らせないみたいな。そうで高くして売る。だからボックスとかでね、最初に買ってすぐ倍の値段ぐらいで売り出すんですよ。ああ、なるほど。いろんなところでどんどん高くなって高くなっていって、で詐欺とかもあって、はい、だいたい当たりカードってサーチできるから、それで抜かれたやつを外れを売られてるんですよ。今サーチできるんですか。なんかこう重さとかでちょっと切らぬものの重さとか分かったりとか。あー、なるほど。多分ね、もっと悪質なところで言ったら再密封って言うんですかね。あ、してるとこもあるし、一回開けてみたいな。そう、うーわー。大会とかで発行されたカードが価値出るとは、うん、そう、あれと遊戯王時代からそうじゃないですか、はいはい、でも高いっつっても数万円のレベルだったじゃないですか、はい、気づいたら数百万とか1000万とかになってってるじゃないですか。やってますね。言うとあれ作ると思えば発行した会社作れるわけじゃないですか。はいはいはい。通貨じゃあるまいしみたいな、うん、何年昭和何年にみたいな、はい、それがなんで価値出るのかなって僕ちょっとあんまこうにわかには理解しがたいというか、コレクター心理をついてるんかなと思いますけどね。やっぱり販売がこのカードの種類は終了しますよって言ったら高騰するんですよ。なるほどなるほど。その時は別に価値が出てるわけじゃないけどみたいな。そうそう、一気に上がったりとか。はあ、なるほど。終了をなくしたらいいんちゃうとは思うんですよ、一個。ああ、なるほど。ずっと定期的に終了というか次が出ますでいいんじゃないかみたいな。そうやっぱでもなんかね、日本のディズニー化してるじゃないですか。もう、はいはいはい、終わりが分かんないですよ。ポケモンってもうずっと続いていくんじゃないかなと思ってるし。ポケモン自体は終わりましたよね。サトシが引退しただけなんですよ。
ですよ。ポケモンマスターになったんですよね、ようやく。この時代にあった主役になって違う人が始まったと思います。まだ出てはないですか、サトシ。あ、狙ってます、もしかして。38歳きついで。だやっぱ今ね、レンタルおじ親父とかさ、おじさんブームが密かに今来てるんですよ。恵まれないおじさんほどみんな興味ある人ないでしょ。急に主人公の名前感じが国沢一世で。国沢一世です。終わりますよ、ポケモン。終わりが来ます。ポケモンのようやくカードの値段が下がる。下がります。そう、なんか楽しみたいなと思って、リスナーさんとかも一緒になって、まあ、興味なくてもなんか無期動画って見ちゃってたんですよ、いろんなカード知らんけど。だからそういうのもなんか楽しんでやれたらなと思って、今 TikTok の生配信とかで向いたり。当たらない。当たらない。全然当たらない。びっくりするから当たらない。でも久世さん、危なくないですか、生配信とかで100万のカード出たとかなったら、1時間とかには強盗団来るんじゃないですかね。バンに乗った。そんなんいいんですよ、はいはい、今日のテーマはですね、今回ツイッターで募集しました、はい、皆さんのトラウマを教えてくださいってこと。なるほど。まあ、ちょっと久世さん、トラウマ多そうやな。トラウマ多いですか。はい、例えばですけど、ちょっと一個このトラウマやあるなみたいな、未だに思い出すトラウマみたいな。僕結構意外と漫才の時のトラウマが多いかもしれない。光ゴケっていうコンビ時代の。はいはいはい、めちゃくちゃ多いですね。まあ、僕もちょっとこうね、漫才舞台でかじってますけど、はい、あれトラウマになりますね。なるでしょ。今あたり思い出すと胸がキュッとなるというか、うん、芸人さんが劇場でこの漫才する時とかって、うん、その、まあ、若い方がですね、はい、自分の友達とか呼ばないじゃないですか。呼ばない。あれってトラウマでそうなってんじゃないかなと思うんですよ。僕初めて呼んじゃったんですよ。うん、5人ぐらい、うん、ありえないぐらい滑ったというか。それで友達もこんなポカーンとしちゃってみたいな。で最初の頃なんて、まあほんまに天才じゃなかったら絶対滑るじゃないですか、うん、滑ってだん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 お客さんとの波長をしていくから。そういう感じですよね、漫才のトラウマってやっぱ、はい、1個は、はい、王様のブランチ。お、王様のブランチ生配信、はい、生放送。生放送、はい、何組かでこの勝負をするみたいな企画やって、漫才でリハがむちゃくちゃ重くて、全員ネタするんですけど、はい、めちゃくちゃ重くて軒並み滑ってたんですよ。でその中僕らえげつなく受けたんです。おお、カメラマンさんもディレクターも引き笑いするぐらい、おお引くぐらい笑ってて、これやばいぞ、ノリに乗ってきてる時やったから、これいけるぞと思って本番挑んだら、他の3組めっちゃ受けて、僕らだけむっちゃ滑ったんですよ。生放送で信じられへんぐらい滑って、はい、TKO のティモスさんが、はい、バナナマンの設楽さんに会って、はい、光ゴケっていうコンビが前代未聞に滑ってんの見たわっていう話が入ってきて、もうちょっと信じられんぐらい怖かった。もうそのリハーサルで笑えるだけ笑っちゃったんでしょうね、スタッフの方が。多分だ、2回目やから飽きてんねん。うわ顔芸やったんですよ。うわー、なるほど、わかります。で、はい、ブランチガールとか優香さんとか当時、はい、後ろやったんですよ。だから何してるか分かんなかったんですよね。でスタッフはもう見てるから一回その顔をみたいな。そう、それでレザーフェイスになったんですか。レザーフェイスで顔だけは。トラウマのレザーフェイス、ね、これはね、なんか個人で経験するトラウマよりも深い傷を負いますよね。恥を一個超えますよね、トラウマって。正直超える。だからブランチしんどいんですよ、見んの。見なきゃいけない。それなんか見ないといけないみたいな雰囲気ですけど、でも見ちゃうんですよ、楽しいから。いい番組だから見ちゃうんですけど、はいはい、いやいや、そんな褒めてももう出れないですよ、滑ったせいで。絶対見ないじゃん。じゃああれから呼ばれてないしな。いまだに過去のことを思い出すとか、はい、漫才もう一回やりたいなって思う瞬間ってあるじゃないですか、はい、でもこれが邪魔してうわーっていう記憶があるんですけど、もう他にまでこう影響しちゃってるとか。そう、これが僕が以前お願いランキングのゴールデン番組があったんですけど、そこで今一番面白い芸人の決めようの大会があったんですよ、はい、でそこで僕ら優勝したんですよ。おーすごい、これすごいでしょ、はい、結構有名どころな人たちの中で優勝させていただいて、はい、いけるぞと思ったら、はい、たまたまそれを見てた北海道の有名ホテルの支配人の方かな、めちゃくちゃ褒め好きになってくれて、はい、営業に呼んでくれたんですよ。本当にあれで感動してめちゃくちゃ笑わせていただきましたと、はい、30分っていうちょっと長丁場ですけれども、好きにライブしてやってくださいみたいな、はい、で楽しみにしてますみたいな、すごい喜んでくれて、わかりました、ありがとうございますって言ったら30分間人笑いもなかったんですよ。うわ、はいどうもって出て行って、相方と向き合って相方と顔接近した状態で漫才してんの。もう見れない、見れない。笑ってくれるのも相方しかいないから。でシーンです。結構お客さんもいらっしゃった。行った。そっか、テレビでそう1位取った直後、直後で、ですもんね。ほんで降りていったら、そのさっきまで喜んでくれてた人がゴロって変わって、お疲れでした。それだけめっちゃしんどいですね。あー、よかったですねみたいな、はいはいはい、よくもない。絶対よくないですよ、よかったですね。これがどんだけ受けたことよりも足引っ張るというか、それが先に浮かぶんですよね。ないっすか、そういうの。だって漫才しててやりますよ。つかみじゃないですけど、うん、ここで多分受けるだろうって想定して作ったネタのつかみ失敗した時とか、うんうん、この先僕らどうなるんだろうみたいな。わかるわ。非常に長い3分間とか感じますよね、やっぱり時。去年解散して、はい、そこからやっぱ一人の活動がまあメインになるわけじゃないですか、はい、まあ、そういう、こう現場とかあったなんですけど、うん、今までそういうオフラインの活動できなかった理由がもうまさにトラウマというか一緒で、うんうんうん、そのきっかけがまあ4年前ぐらいですかね、はい、トヨタ
うん、車のメーカーの、うんうん、でトヨタカローラっていうのがちょっと あるんですよね、はい、また別に、はいはいはい、でそこの福岡営業の方向けに人に情報を伝える時のコツじゃないけど、うん、まあ僕って当時3分間の短い中で一つのことをこう解説するとかいうことをやってて、はい、まあ、自分で言うのもあれ得意だったんですよ、はい、でそれを言ってくれないかって言われて、はい、いや僕なんかできますかねって言ったら、そのまあちょっと支部長みたいな人が、いやタックさんはその伝える能力はそのうちの社員とか営業の人たちももう何倍もすごいと、だからそのコツを、まあ、彼らも知れるからぜひともお願いしますってなって、はい、まあ、大体100人ぐらい各、まあ、福岡県の営業の方、まあ、おそらくトップの方ですよね、その、はい、店舗の営業のトップの方来るんですけど、うん、来られるたび入るたび年齢が、まあ、30代後半から40代なんですよ、はい、100% 僕のことなんか知らない人ってほとんどなんですよ、はいはいはい、まあ、仕事終わり険しい顔をして、うん、スーツを着た状態でどんどん会場に入っていくんです。緊張しだして何を話したらいいんだと思って、うん、1時間だったんですよ、はい、で僕普段から3分でまとめてるじゃないですか、はいはい、その公演3分で終わったんですよ。1時間はある中ですよ。眠いですね。ただまあこの、まあ、反応がこう来るだろうからこういう風にやって、3分に縮められるから1時間にも広げられるって勝手に思ってた節があって、はい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 、ただ3分で全部言いたいことまとめたその、まあ、原稿の5項目みたいなところ全部こう伝え終わっちゃったんですよ、はいはい、なるほど。で3分で終わった後に自分の今日作ってきた5分の動画を流して終わるみたいな感じなんですけど、今ここで動画で言ってしまうと8分になる。なるわけじゃないですか、うんうんうん、もう残り50分ぐらいじゃあ何すんのって話になるじゃないですか、はいはい、その動画で今日はありがとうございましたって言っちゃってるんですよ、うん、だからじゃあこちら動画見ていただきましょうが GO できないですよ。なるほど。55分経過しないと、はい、ああちょっとやばいと思って喋るんですけど、はい、ことごとく反応がないんですよ。あ、もう受ける滑るじゃない、はい、もう聞いてないんですよ、はいはいはい、もう全然目合わないですよ、はい、で一人はもうボールペンとかでこう何か落書きしてる人も見えるしみたいな、はい、で、まあ、よく考えたらそうだったわと、あと50分ぐらいあるんですよ、はい、でももう我慢できなくなって最後に動画見ていただきますってこうもうやっちゃったんですよ、はいはいはい、もう無理だと思ってでやったらなんか最初にちょっとつかみとしてボケ入れてたんですよ、はい、僕の動画よく入れるんで、はい、車のにかけて車を買いに行こうかみたいな、その空気地獄で僕自分の動画初めて見れなくてもうそれが本当にトラウマになって、はい、そっからもう一人の活動公演とか、はい、そういうのがまあ滑る滑らないとかじゃないんですけど、はい、一切ストップしてたんですよ。なるほどね。でも唯一先日北海道でモセウシっていう場所に行かせていただいて、うんうん、そこの学生向けに将来についてみたいなのを話させていただいて、うん、言ったらまあそれがリベンジ戦じゃないですけど、はい、それ以降初めてのまあ表舞台オフラインのなるほどやつだったんですけど、100のうち70ぐらいちょっと盛り上がったんです。めちゃくちゃ受けてるじゃないですか。70ぐらい本当よかったと思って克服できたんやじゃあと思うじゃないですか、はい、あれってできないんですねどんだけ受けようが鼻がここに裂こうが、はい、その傷は、はい、もうベルリンの壁崩壊跡地じゃないですけど確かに確かに残り続けるというか確かにあれ困ったもんですよね。だから同じ場所じゃないとリベンジができないかも。だから格闘技でもそうじゃないですか。どんだけ強くなってもそのいっぱいがやっぱ引っかかってるから、この相手にリベンジしないと同じ対戦相手じゃないとダメだと。だから僕またトヨタカローラに行かないといけない。行かないといけないです。でもこれで言うと国沢さんのブランチと一緒でもう出れないんですよ戦わせてももらえない。そう僕が悪かったです。確かにね、本当に人前に立つのが苦手な方で活動されてる方の特徴が僕ちょっと分かったんですよ、うん、この間北海道の公演の時に、はい、終わった後に気づいたんですよ。これした時だけなんか盛り上がったしハマったし緊張しなかったなみたいな、うん、偉そうにする、これめっちゃ大事だなって思いました、うん、自分を大きくするってこと。そうです。あ、なるほどね。そこの場所を撮影してて見たらなんかこの人偉そうなのになると思うんですけど、はい、当事者というか現場では僕が偉そうにしてても不快感を与えないんだなっていうか、なるほど、聞いてる子たちに、はいはいはい、今からこの人が来て喋るっていう緊張感あるわけじゃないですか、はい、堂々とするっていう言い方が正しいですかね。だから自分の中で偉そうにすることによって堂々としてるように見えるというか。あ、確かにね。僕みたいなのが出てきてすいませんみたいなこう気持ちが出ちゃうとめっちゃわかります。誰も聞かないみたいな、はい、状態になるんじゃないかなって思いました。今のむちゃくちゃむずいなと思ったんですよ、はい、確かにその現場を盛り上げようと思ったら多分それなんですよね、はい、例えば僕ゾッとする話ってすごい大物たちばっかりやってたから、はいはいはい、ワンランクツーランク背伸びして出るじゃないですか、はい、で緊張感見せないために振る舞うと今度見てる側からあいつ偉そうってなるじゃないですか。はい、そうです。だからそれでいいんじゃないですか。それが盛り上がるじゃないですか。炎上現場はそう思ってない、はい、で見てる側はいやなんかちょっとあいつ離れつくな、それが面白いとこっていうか、それが盛り上がるちゃんとしたワンセットじゃないかなって思うんですよ。あー、なるほどね。心すごい楽になります。これはもうワンセットのもんだからっていう、はいはいはい、公演で今一番、まあ、有名な方って言ったらこう鴨頭さんは分かりますか。分かんない。スキンヘッドで公演されてる方、はい、あの方、まあ、1本なんか動画でも言ってたんですけど300万とかなんか言ってたんです。すごい。公演の動画そう上がってるんですけどめちゃくちゃ上手なんですよやっぱ、はい、でもやっぱり中に意見としてはマックで働いてただけやろみたいな、なんか偉そうだよな、ちょっと怖いような雰囲気みたいな、目の奥が笑ってないとかこういう批判的な意見もあるんですけど、うん、まあ、そこを見てもなんかこう現場は全然
そんな風な空気じゃないんですよ、やっぱ、うんうん、先頭に立つじゃないですけど、こう話す人、伝える人は、うん、自分の感情とかを全てこの3割増しぐらいにしないといけないんだなっていう。確かに今も僕さっき足組んでみたりとかしてたんですけど、うん、国沢さん足組んでないのに僕組んでるの良くないなとか思って戻したり。喋りやすいスタイル絶対ありますもんね。あるあるじゃないですか。あるある。腕組んでんちゃうんですよ。抱きしめてるんですよ、これこれそれはまたなんかやりやすいやりやすくないとかじゃないじゃないですか、はい、違う。それ何か病的なのじゃなくて。違う違う違う、自分を抱きしめてあげないと喋れない。このコンセプトにしたのも、この空気だと肘ついてる方が雰囲気に合ってたりしません？なんかしますします。そういうのもあるから、全世界では足組まないと失礼じゃないですか。あ、言いますね。心開いてないよみたいな、はいはい、でもやっぱりジャパンだから、ね、僕もビビっちゃって下ろしました。いやだからもうそれやめましょう、ここではね。自由にやりましょう。みんなにも心開いてるってことでちょっとね。あ、そうですね、はい、あのだから僕もこうしますわ。はい、僕ももうこうすわ。こうでこうすわ。いやそれは偉そうです。首座ってないよ、やる気ないですからそんなトラウマをちょっと皆さん募集しましたんで、はい、ちょっと紹介していきます、はい、ツイッターネーム、やっせんけしねって書いてある。やっせんけしねでしょ、さすがにそんな暴力的な語尾じゃない。やっせんけしねじゃないですよ、絶対それはそれないです。そんなことないです。小学生の頃、母に説教されてる時、今考えればただ逆ギレなんですけど、僕もイライラしちゃって話を全く聞いてませんでした。そしたら母親が、おい、うんかすんくらい言えやと言ってきたので、すんと言ったら3発ぐらいマジで殴られました。そっから人の話をちゃんと聞くようにした。すん選びそうなのはダイアン津田さんぐらいよね。確かに。そう、逆でも殴るかもしれないですね。確かに、ね、もうどうして何言っていいか分かんなくて。めちゃくちゃやらかした人がいて、うん、内容は言うには言わないんですけど、はい、もうやばいぞと、ずっと黙っとってもしゃあないから、自分の頭でどうしていこうかぐらい考えようやと、うん、俺も一緒に考えるからって言って、うん、このままじゃ本当にもうカニ漁船乗らないかんくなるレベルよこれ俺らって、うん、どうするよって言ったら、うわ、カニ漁船乗りますって言った時は、選んだよ。本当に乗るわけないやん。そのレベルの話してるから。さすがにちょいちょいちょいでしたけど、それと一緒のものが感じますよ。ツイッターでは甘くないラテさん。幼稚園生の頃です。虫が大好きだった私は、ばあちゃんと庭でどっちが大きい虫を捕まえられるか勝負していました。ばあちゃんが15センチくらいのムカデを手づかみで持っていきました。ばあちゃんの指に絡みついたムカデの黒びからした体と真っ赤な足がトラウマです。今でもムカデを見ると鳥肌が立ちます。国さん、虫いけます？僕無理なんですよ。虫無理。無理。ムカデとかも、ムカデとかが無理でしょ。だからもっとさ、例えばテントウムシとかもって分かるけど、究極系のゴキブリと二強みたいなところ持ってきたよ今。あ、でもゴキブリ生きる人はムカデもいけんすかね。いや、また違うからな。から僕ゴキブリよりやっぱムカデが家に出る方が嫌ですよ。いや嫌ですよね。どっちかを絶対触らないといけないってなって、まあ、ムカデかゴキブリかカニ漁船。カニ漁船乗ります。乗るんすか。こんなんすよ、うん、絶対嫌やわ。船プレステ3で転換起こすぐらいから無理やわ。耐えられん、酔うねんから。画質強さで酔うんやから。その話ちょっと持ってるでしょ。いや、ほんまなの。いないじゃない、そんな人。いたのよ、忘れません、ね、上京した点時よ。しかも大人 で当時付き合ってた彼女がゲーム好きで、うん、プレステ3ゲットしたっていうので喜んでて、うん、やらしてやらしてって一緒にやってたら、40分ぐらいやった時にうってなってきて、もう無理ってなってトイレ行って。画質強すぎてじゃないじゃないですか多分。ムカデとゴキブリ触るとしたらどっち行きます？やっぱ、いや、ゴキブリでしょ。ゴキですか、やっぱ。ツンやったらムカデ。上からツンっていいんやろ。まあまあまあ、でもあいつらすごいっすよ、反るからね。あ、でも飛ぶじゃないですか、ゴキブリは。飛ぶ動物ってある程度の IQ あるらしいんですよ、うん、羽を動かす動作っていう、自分今飛んでますよっていうのを認識してるから飛べるらしいんですよ、はいはい、ただ鶏なんか3歩歩くと忘れるっていう IQ だから飛べないんですよね。なるほど。ってことはゴキブリ飛ぶじゃないですか、はい、あの体の大きさで脳の容量ってめっちゃ小さいはずなんですよ、うんうんうん、何が起きてるかって、やばいってなった瞬間に初めて自分が飛べることに気づくんですって。だからそういった意味でゴキブリは潰されようってなった時に IQ が爆上がりする生き物なんじゃないかって。ああ、だから凝縮してんねや、ずっと溜めて溜めて爆発すんねや。止めない、飛べないと思ってるんですよね自分のこと。僕一回、ちょっとムカデじゃないですけど、うん、サプライズで僕誕生日パーティーを仲いい芸人たちがやってくれたんですよ、はい、めっちゃ幸せな気持ちあって、泣きそうなのが喜んで嬉しくて、でバーベキューしててみんなで、うわめちゃくちゃ嬉しいと思って、はい、その幸せを嗅ぎつけたのか、テントウムシ、七星テントウが僕のところに来たんですよ、はい、でピタッとここに止まって、はい、国沢さんってすごいですね、虫からも好かれるんですねって言って、いや嬉しいわって言って、テントウムシがこうやって行くじゃないですか、はい、飛んでいくじゃないですか、バーって動いてて第二関節ぐらいでピタッと止まって、ここで死んでたんですよ。びっくりしましたよ。死に場所として選ばれたんですよ俺。テントウムシも不遇ですもん。不遇って、もう俺の邪気に耐えられへんかったかもしれない。なんか分からんけど、あ、やばい、ここまずいってなって、こうあーってなったけど、もう無理やったん、無理やったん、あの小さな体では。不遇です、不遇でした。あれはなんかテントウムシも一匹だと可愛く見えるんですけど、やっぱそう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 、クッと集まってる時あるじゃないですか。あ、ブロックとか溶かしてたらダンゴムシがあれば無理って。何やってるんですかあれ。
知ってます？ダンゴムシが何やってるか。ご存知じゃないですか？ご存知じゃないですよ、ね、僕分かんないですけど何やってんのと思いますそこに集まって。子供の頃ダンゴムシとかダンゴムシだって撮ってたけれども、はい、中にベンジョムシと呼ばれるやついたじゃないですか。似たようなフォルムのさ丸まらんタイプのやつ。そうですね。うわーってなんねん、あれ。確かにベンジョムシほぼ一緒やのに。そうなんですよね。あれ何の違いなんでしょうね、うん、いややだな、この事務所で出たらすごく嫌ですよね。究極に嫌なやつって何？虫の中で家に入ってきて一番困るやつ。うわー、雲とかの方が苦手かもしれないですね僕は。だから何考えてるか分かんないが怖いです。僕確かにゴキブリとか、あ、逃げようとしてるな、うんうんうん、ムカデもそうじゃないですか、逃げようとしてるな、うんうん、もう雲ってこうじゃないですか。もう威風堂々としてるから、ね、そうそう。で僕らが後ろからやーやー言ってるけど何もしないじゃないですか、はいはい、何考えてるか分かんないところ。僕セミなんですよ。あー、だ入ってきたことないですねセミは。もう分かんない、 あいつらこそ何考えてるか分からんし、アホちゃうかってくらい飛び回るじゃないですか。ほぼスーパーボールですもんね、あれ。もうすっごいあれが嫌なんですよ。死んだ後にアリがいっぱい入っていってるやつがさ、まあ、ベラベラ打ち上げられた魚にこういっぱい虫たかってて目から出てきてる姿とか やっぱこう生命なんですけど、おーなっちゃいますよね。なりますね。かんちゃんさん、車で山登りからの帰り道です、うん、暗闇から鹿の親子が道路に出てきて同じスピードでしばらく並走しました、うん、車の周りを囲まれて鹿にぶつかられないかすごいパニックになりました。それから夜の山道を走るたびにその鹿のことを思い出してしまいます。すいません、トラウマなのに鹿の話しました。タックさんのリスナーっぽいな言葉遊びが好きで、ね、はいはいはい、ダジャレのちょっと一個びっくりじゃないですけど、そこにシナリオ性があることによってダジャレではなくなるじゃないですか。ちょっとそこまで考えたことないですけど、ラップみたいなもんですよ椅子座っていいですかって、これダジャレじゃないですか。ああ確かにね、はいはい、この椅子かっこいいねでしょみたいな会話があった後に、はいはい、いや本当にこの椅子いいっすね、えみたいな、うん、あれですか、このストーリー性があるというかシナリオ性がある。どうしよう、今これ熱弁されることによってトラウマやわダジャレの熱弁ほどクソつまんないことになるもんねいやもう究極でダジャレで成功してるのでデーブ・スペクターしかいないもん成功してですか。あれ最高です、デーブデーブ別にダジャレで言ってないですから、ある方別に。次行きましょうか。あ、これ多いかもしれないですね、うん、P さん、小さい頃友達たちと鬼ごっこしてました、うん、飼い主がリード離しちゃったミニチュアダックスに追いかけられていこう、うん、小型犬のトラウマです。ここ多いですよね、あ、なんか小さい子で犬追っかけられちゃってもトラウマになっちゃうみたいな、はいはいはい、猫好きですか。猫好き、にゃんこもいますよ、うち。ああ猫好きですか、はい、なんか猫って自分のこと可愛いって分かってますよね。分かってる。可愛い動画っていっぱい流れてるじゃないですか、はい、あれ絶対お腹空いてる時にしか撮ってないだろうなと思うんですけど、あ、どう思います、これ。基本お腹空いてる時の猫ちゃん朝とかってめちゃくちゃ甘えてきません、はい、タイプによるんかもしれない。僕今2匹いるんですけど、はい、1匹全然なんですよ。自分のテリトリーに来たら甘えるんですけど、それ以外は甘えない子、はい、でもう1人はもうとにかくずっと甘える子で、いたずら好き、でこの間も勝手に風呂沸かされてたんですよどうなってんのやろと思って、たまにこう歯磨いてる時に横についてきてその水でじゃれるんですね。あーなるほどなるほど。で次に僕が顔拭いてワンちゃんのおむつ替えてる時、まだ遊んでるから、なんかその辺で遊んでるから、まあそのまま置いとくんですよ。突然お風呂が沸きましたって言って栓も抜いてんのに栓入れてお風呂なんか沸かしてるんですよ。この間逆にお湯溜めてたら栓抜かれてたんですよ。やっぱ分かってるんですね。分かってるのかもしれん。賢い猫って自分たちが飼われてることを理解してるみたいな、飼われてた方が得だから飼われてるみたいな。確かに、ね、ありますよね、うん、新宿の新大久保韓国料理屋さんなんですけど、うん、店内で猫飼ってんですよ、うん、別にそこが飼ってるってよりは来てていつの間にかそこに住み着いてたりで接客をするんですよ、うん、その猫が、うん、料理出したりとか新規でお客さんが入ってきたら、うん、お客さんの席に行くんですよ。一人ずつの膝の上とかにこう座っていくんですよ。一通り絡みが終わったら次のお客さんのとこ行くんですよ。戻ってこないんですよ。やっぱ分かってるやろ猫はと思って。前世キャバ嬢っすわ。もしかしたら来世キャバ嬢になるかもしれない、かもしれないでもナンバーワンっすよその接客できたらね。次行きましょうか、うん、はい、続いてはね、フィナジロさん。ブサイクなアザラシに似てる顔をしたハゲたおっさんに追いかけられる夢を見てからアザラシが無理になりました。これはどっちが被害者だと思います。これアザラシハゲたおっさんではなくアザラシ。アザラシだと可愛いのよ。おっさんのこともアザラシとして見てあげてほしいおっさんっていうフィルターが全てを壊しちゃってるなるほど。そもそも、はいはい、もう言いようっすよね。なんか、うん、すごい安いお寿司に行った時に、うん、もう一人の方普通美味しく食べてたんですけど、うん、わあなんかこの酢飯ちょっと酢効きすぎじゃないみたいなこと言い出したんですよ、うんうん、まあまあ安いし別に気にならんやろって言って、うん、酢が多すぎてなんか足の味しないって言ったんですよ。もうその瞬間から足の味しかしなくなるんですねあれって。なるほどね。その
時点でもピタッと止まりましたもん、食べるのは。印象操作っていう言葉がある通り、はい、やっぱあるんでしょうね、それで先入観で。だおっさんが汚いとか不潔とかさ、はい、そういうイメージがやっぱ印象操作だけであって、はいはい、可愛いもんとしてやっぱ接してあげてほしい。でも今なんかね、それで言うとさっき言ったおじさんブーム来てますから、うん、そうです。でもクリスタさん多分同じ同年代の方からは、一緒にしないでと思われてると思いますよ。見た目全然おじさんじゃないじゃんって。とはいえですけど、はい、20代の子からも、全然わかんないですやん。だから不遇というか、僕ずっとエアスポットっていうのかないや言わないですよ聞いたことないですよ自分の立ち位置のエアスポットというか、エアスポット、はい、要はブラックホールにおる感じなんですよずっと。だからこれでノブさんとも喋ってて、はい、七不思議のクニはずっととなんかこの間にいるよねみたいな、はいはいはい、多分普通の年代の38と比べたら若く見えるし、はいはい、モテるでしょって僻まれるんですけど、はい、本当にモテる人からしたらそうでもないんですよ55点から60点なんですよ全部がずっと、はい、ただ、ね、妬まれるっていう。だから別にモテてるわけでもないし、はい、女性特会引っかいしてそうよねそんなことないし、はい、できないし。お笑いに関してもレッドカーペットとか出てて満点お笑いを取ってるけど、はい、アンコールされたことないんですよ。うわー間だ、ちょうど60点ぐらい、ちょうど60点。オンバトもオンエア率高いんですけど、決勝大会に行くには1個2個ランクいつも下なんですよ。うわー点数足りないんですよ。間ですね、全部そこにいるんですよ。これどうやったらそれって抜け出せると思います、うん、タックに媚び売る60点ですねちょうど回答60点。どうなんですかね、はい、一番大事なことではあるかもしれないですよ、はいはい、でも言い方として一番近い言い方で言うとくすぶるってよく言うじゃないですか、はいはい、60点60点っていうのをずっと繰り返すっていうのが一番真面目なものなんじゃないですか。そこに今まで楽しむっていうものがなかったから、はい、今後やっぱ楽しんでいこうってなったことによって100点になってる可能性は十分ありますよ、ね、そうですね。楽しむっていうのが40点やったかもしれないですよね残りの。だから今日もあれでしょ、調子乗って帽子かぶってきたわけでしょ。じゃ調子乗ってないね、髪の毛セットできないんですよ俺。あのハットの時も同じこと言ってました。なんで今回キャップにしたんですか。ハットいじられるからや、ハットをいじられるからキャップにしたんや。あれからこれはいつ言おうかなと思ってたんですけど、はい、我慢できなかった。今週ですね、クリスタさんにはちょっとパーソナリティとしていていただくわけですけど、はいはいはい、一個一個その違う始まりを意識してたんですよ。2個目に帽子いじようと思ってたんですけど我慢できなかった、はい、なんで我慢できんのその帽子、人の帽子に対して。なんでハットかぶってきたのに今日はキャップなんだろうみたいなのを思ってたんですよ、うん、さっきですねごめんなさい10分前ぐらいそのクリスタさんが、うん、あの話してらっしゃる時に、はい、赤が下にいるのか、はい、赤が上にいるのかをちょっと考えてたんですよ。どっちなんですか、赤が上にいるのか。赤が上ですか、赤下。赤下じゃないですか、赤下だ、赤下です。あ、かっこいいですねこれ。なんかでもこれリスナーさんにいただいた帽子のメーカーに興味があるとかではないですか。全くないですブランド系が全く分かんないですよ。そういうのも今後なんか楽しむっていうところに重点を置いたら、うん、そういうのも調べてみるようになるのかもしれないですよね。僕もそうなんですよね。こう撮影してる時にちょっとでも楽しくないなと思っちゃったら、うん、その日の撮影やめるとかしてるんですよ。もう、もうリフレッシュしようって、全部やめて、もう全部ゲームしようとか、うん、例えばそこかもですね。国沢さんに今まで足りなかったのは、なんか確かにね、ちょっと昔からテレビとかで見てて、やっぱりちょっとなんか闇抱えてそうだなみたいな、暗いなってイメージはちょっとあったんですよ。クーさんって結構陽寄りじゃないですか、はい、光で言うとですよね、はいはいはい、ここもエアスポットなんですよ。陽からしたらバレるんですよ、偽りの陽って。偽りの陽っていうか多分みんな思ってますよ、国沢さんってなんかちょっと暗いよなみたいな。ほんますか。陰からしたら明るいと思われてるんですよ、うん、でエアスポットですね。陰からはなんかちょっと煙たがられる存在であって、陽 の, よあの同調にも入れないんですよ。さっきも話の中でこうカメラ回ってない時に、はい、国沢さんって怒るんですかみたいな話をしたんですけど、はい、僕結構国沢さんって怒ったことあるんじゃないかなって思ったんですけど、実際は全く怒らないわけです。全く怒んないです。だからそこもエアーっすよね。エアー。立場的に怒らないといけなくなったらスイッチ入れて、まあ、しんどってなって嫌われ役で怒ってるふりはするけど、実際に何やねんこらってなったりとかパチンってなんか言うじゃないですか。あんなんない、マジでないっす。ちょうどいい噂と悪い噂も全てが根も葉もないのに、うん、間ぐらいになんかそういますよね。何やねんその話みたいなのってあるじゃないですか、はい、火のないところに煙が立たないじゃないですけど、はいはい、いやほんまに火がないのに煙が出てることが多いじゃないですか。いや結構ありましたよ。いやその話全く関係ないけどっていうのもめっちゃあります不遇ですね、はい、今までの楽しむっていうものが足りてなかった、そうじゃないでしょうかね。楽しめばやっぱどこで自分が気に食わないとか怒る怒らないも出てくると思うんですよ、はい、そこが大事かもしれないです。南国行きません。飛行機飛ばないとかなりそうなんで嫌ですその飛行機事故がとかじゃなくて飛ばないそういうことになりそうなんで、それやめときます。それは日本です。日本僕行ったことないんですよ、沖縄とか。あ、そうなんですか、はい、僕あれですよ、地元というか福岡なので。そっか、福岡はもう南国ですよ。日差しも強いですし、栗沢さんの確かに場所って遠いけど来れるっていう距離ですもんね。これでもほんまにみんな思うんですけど、コラボするときに、はい、まあ、周平さんとかもそうなんですけど、はい、呼んでいただいてめっちゃ嬉しいんですよ、はい、で栗沢君と行きたいんだけどちょっと遠すぎるんだよねってめっちゃ言われるんですけど、今来たけどって
今来て今帰るから1日で来れるけどと思うけど確かに不満あったんですよ。国沢さんのじゃないですよ、はいはいはい、僕だってずっと福岡でいるわけじゃないですか、うんはいはい、絶対コラボするってなると、うん、東京に呼ばれるんですよ、はいはい、これ許せないんですよ僕。なるほどね。だからもう絶対今後コラボするときは呼ぼうって思ってて、今までの6年ぐらいの鬱憤が溜まってて、誰一人として福岡行きますよって人がいないんですよ、うん、当たり前のように、じゃあ東京のどこどこまでお願いします、距離考えろと。確かに福岡は遠すぎるわ。遠いじゃないですか、はい、君らで分かりやすいとこの北海道行きようのとあんま変わらんどっていう話なんですね、うん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 、時間がちょうど同じぐらいなんですよ、はいはい、でなんか東京が中心だから、いや、はい、お前ら中心だからお前らが動けよってすごい思ってたんですよなるほどね。こっちがコラボしてくださいよって言ったら初めてそこでっていう、はい、ねあるけど、年上の方のコラボとかになると絶対行かないといけないっていうのが出てくるんですけど、あれはね本当思ってます、僕は来いよって、はい、お前らが来いよって思ってますね。ごめんなさい、そこまで強く思ってなかったからごめんなさい。ずる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 、近いじゃないですか埼玉は、言うて福岡と比べると全然近いんですよ。だから来てほしいんですよ俺は。埼玉にですか。はい、僕めっちゃ広い敷地なんで、特に5月から僕自由に使うんで、バーベキューとかそう仲間内でみんな集まって遊びたくて借りてんのに誰も来てくれないから。あ、でもそれむずいっすよね。だってバーベキューやるってなったらまあ最低5人ぐらいじゃないですか準備するって、はいはい、2人でいいっす。2人バーベキューっすかでもじゃあ5月いいっすね、ちょっとあったかくなってきたら僕行きます。梅雨終わったら行きます。梅雨終わったら来てください、マジで。梅雨が終わったらですね、はい、わかりました、これはもう約束します、バーベキュー絶対行きます、はい、誰か巻き込ましてなんかで今来るって言って約束してくれてんのがこれでタックさんと島田秀平さんと千原ジュニアさんです。すごいメンツごっついっすよそれ、はい、だトシボーイズさんとかいろんな方は来てくれ、ソウさんとかヤースくんは来てくれてるから、はい、いやこれはちょっと行かさせていただきます。ぜひ行ってください本当に。電車で1時間ぐらいですよね。電車で1時間、車で30分、電車降りだから。それは遠いっすわ。だ大宮まで来てくれたら俺迎えに行きますもん。あ、そんな近いんですか、そっからだったら。40分ぐらいですいやもう遠方というか。でもこうやって回してる時にやっぱ2人で喋ると、はい、そんな経ってんすねっていう時間を忘れさせるエアスポットやからやっぱり、はいだでも行きます。僕だって今まで5時間ぐらいかけて新幹線で来てたんで、うん、そう5時間半逆に動かなかったらもうこっちの生活に慣れてしまってて、タックスさんが怒ってたあの生活、あの YouTuber たちと一緒なんですよ、はい、いや福岡から人呼んだりしないっすもん絶対アムさんです。年少さんの頃です。年少さんって言うと小学生の前ですよね。あー、はい、年少の話をしてたかと思ってます。少年のこと年少さんって言わないっすよ言わないっす。背が伸びるのが異常に早かった私は、〇〇ちゃんの隣は狭いと幼稚園のバスに乗ってる間ずっと隣の女の子で腕を噛まれ続けていました。実はその子のお母さんがその子に対して、狭いなら腕を噛んだらいいよっていう風に言ってたみたいです。怖おか、犬みたいに噛みついちゃいみたいな感じで言ってたかもしれないです。 リンクしないじゃないですか、背高いところと腕噛むっていうのは、はい、どういう発想なの。僕の近くにも190センチの方いるんですよ、うん、やっぱ190となると人ってこうふっってなるんですよね、はいはい、でその方もやっぱ身長大きくていいなってこっちは言うんですけど嫌だって言うんですよ、うん、服のサイズがまず合わない、あとこういう公共施設の時の電車とかバスとかに座れない、一席空いてても、はい、そこに行ったら迷惑かなと思って行けない、ライブの最前席取れないのがあるって言ってました、ね、え、栗澤さんは身長どれぐらいですか。これもちょうどエアスポットなんですけど177なんですよ。ああ、いや一番いいと思いますけど、ね、えめっちゃ身長高い、何センチって言われて177やでって言ったら、はい、ああ80いってへんかったんや、3センチも。楽しむために180って今後言い続けません、はいちょうど180あります。こんなもんですよ、3センチ言うたら。実際わからないでしょ、僕175あるんですよ。え、あ、ごめんなさい、バレました。まあ今5センチ持ったんで。だいぶ持ったよね。めちゃくちゃバレるよ。歩いてる時ギブソンのギターかなっていうぐらい、そんなに背たちが。そんないじられ方したら初めて、はい、身長ギブソンのギターかなみたいな。まあ5センチわかりますね。3センチぐらいだとわかんないと思いますよ。はいはい、180って言っていきましょう、今後。雪月さん。小学生の頃です、はい。いとこたちと恐怖の館というサイト見ていました。ビスコの少年の顔が真っ黒に塗りつぶされた画像があってトラウマになりました。今もあのお菓子を見ると思わず目を背けてしまいます。これは確かにちっちゃい頃にこのインパクトとあるなんかコラ画像というか、コラ系で見ると一生嫌いになっちゃいますよね。これそれに使われた企業は訴えてもいいですよね、幼少期のこういうの。マクドナルドのドナルド可愛いですよ。昔ちょうど世代なんですかね、そのピエロがなんかするとか映画とかで多かったですもんね。多くて僕夢で3日連続子供の頃に真っ黒な背景にドゥッドゥッドゥッって音が流れてて、ちょっとずつドナルドが出てくるんですよこれ3日連続見たんですよ。怖いですね。それがめっちゃ怖くて、見る国沢さんもキモい
なんかそのちっちゃい頃見るとトラウマになりますよね。なんかね、だかちょっと気持ちわかりますね。すごいキリナナさんです。オクラの味噌汁に牛乳入れました。愛汁なるものが給食に出ました。あるんだ、あるんだ。オクラの味噌汁に牛乳を入れた愛汁っていうものが給食に出てきた。見た目が緑と白でクリーミーですごい美味しそうでした。確かに、ね、シチューとかブロッコリーとか入れますしね、うんうん、ただ味が壊滅的まずさでした。一口で吐きそうになりました、うん、他の人もみんなそうでした。でも出した給食は食べきらないと昼休みなしになるので、昼休みの間泣いた記憶からオクラが苦手になりました。そっちが苦手になるんですね。牛乳って引き立たせますもんね。確かに、ね、緑の匂いをね。次いきますね、はい、限界ちゃん。夜明けまで勉強してました。疲れたからベッドでダイブしたら枕からクサクサクサ音がしました。なんだろうと思って枕カバーに手を突っ込んで投げたら、そこにはものすごいでかいゴキブリいました。大絶叫&ゴキブリぶん投げ、結局仕留められず眠気も吹っ飛び勉強をはかどりました。はかどったみたいです。はかどったよ、よかったよ。ゴキブリって軽すぎません？あれなんであんな軽いんですか？カブトムシとほらスケールは一緒じゃないですか、はいはいはい、重み全く違いますよね、あれ。はいはいはい、僕がしゴキブリをつまみさせたことあるんですよ、はい、で畳やったんで畳貫通させてたんですよ、うん、動けなくなるじゃないですか、うん、次見たらいなかったんですよ。怖っ。テレレレっすよね、これね。なんでやろ、怖っ。気持ち悪それ。めちゃくちゃ怖いよ。うちの親父がめちゃくちゃすげえ特技があるんですけど、指にゴム巻いて、指鉄砲みたいなのあるじゃないですか。ああ、ありますね、はい。百発百中でやってるんですよ。ちっちゃいゴキブリとか。赤ちゃんみたいなゴキブリですよね。そう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 。あれも仕留めるんですか？仕留めるんですよ。子供の頃からあれすげえなと思って。面白いですね、なんかそれ。めっちゃ特技なんですよ、俺。ちょっと録画ついた時ちょっと見せてもらいたいですね。百発百中なんかな。百発百中、本当に。だからちょっと鈍ってるかもしれんけど。いや、意外と子供補正ってかかるんで。確かに、ね。意外と外してる可能性あります。確かに確かに、はい。親父かっこいいと思いたい年頃もあったしね。思いたい。猫井優美さんから。幼稚園の時です。妹とお店の未就学児が遊ぶようなところにいたら、いきなり後ろから背中殴られました。振り返ったらちょっと古臭いピンクのジャージを着た短髪の中学生か高校生の女の子がこっちをものすごく睨みつけてファインティングポーズしてました。やばいと思ったのでその場から立ち去ろうとしたら、今度は腕を殴られてすごい泣きました、うん、妹と急いでその場を離れました。妹は私よりその人と離れていた位置にいて殴られてないからその時のことは全然覚えてないようなのですが、これがなぜかすごいトラウマになってます。僕もね、同じような経験したことあって、僕は福岡にパピオンタウンってあるんですよ。これ何かっていうと一つの街みたいになってて、はい、ゲームセンターとかいっぱいあるんですよ。そこに、まあ、自分の姉がですね近くの高校を入学するってなって、うん、その説明会入学式みたいなのあったんですよね。別に僕らは入らないので母親と姉はそこ行って、で僕ら弟と二人でそのパピオンタウンで遊んでたんですよ、はいはいはい、でゲームセンター行ったんですけど、はい、平日なんで、うん、全く人いなかったんですよ、うん、で、まあ、アーケードゲームっていうんですかね、鉄拳とか、うん、バーチャファイターみたいなのをやってたら、キョロってしてる、まあ、40歳ぐらいのおっさんが、うん、まあ、多分仕事しないんだろうなみたいなのは、まあ、平日でうろうろしてたら分かるじゃないですか、うんうんうん、こうしながらこう UFO キャッチャーとか一人で見てはぁとか言ってるんですよ。でそれを見て弟となんかあの人仕事してないのかなみたいなのをポソッと言ってたんですよ。僕の方ギラッと見てバー近づいてきて、中学校1年生ぐらいですよ、はい、なんだお前喧嘩ってんだかめ、お前見てただろお前みたいな、アニメの喧嘩の売られ方みたいなのして、はいはいはい、めっちゃ怖いんですね。おっさんからそういうの言われるってすっげえ怖いんだなと思って、はいはい、見てないです、見てただろ、なんだよお前、見てないです、すいません見てないです、あーって言いながらどっか行ったんですけど、はい、その後心臓バックバックで、あれを言うたら同じようなトラウマですよね、やっぱ喧嘩売られるって。クリスターさん意外となんかそういうの対応できそうですよね。なんかめっめっちゃ下手っす僕。僕一昨年も地元帰ったら絡まれました。何歳が絡まれてるんですか。当時36の僕が50のおじさんに、はい、お前ゴールで見ねえ顔だなお前、お前どこ中やみたいな酔っ払ってるんですよ。別に普通に端っこにおって僕携帯人待ってたんで携帯触ったんですよ、うん、なんだお前どこ中だよって、地元どこだよみたいな感じで、だからお前地元のやつじゃないだろみたいな。そうそう、で6中ですって言って、6中嘘つけ、俺も6中だったよ、でも10何個離れてるから、あそうか、分からんわけない。そうそうそう、でお前来いよ、ほんま自転車ボーン倒してきて来いよ、なんでおっさんがおっさんに絡まれてんのと思いながらバーって近づいてきたら、見たら地元ちっちゃいから、はい、あれってなって、おろあどこどこさんとこ子供一斉くんかってなったんですよ。あそう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 って言って、近くで定食屋やってるおっちゃんが酒飲んで酔っ払った勢いで絡んできたんですけど、僕のことたまたま知ってたからセーフだったんですけど、めっちゃ絡まれました。本当知らなかったら殴られてる可能性とかめっちゃありますよね。ありますあります。でこの間もあれですもん、そのキックボクシング行こうと思って車乗ってて駐車場止めてたら絡まれました。えあんま普通人絡まれないですよ。でしょ、めっめっちゃ絡まれるんですよ。なんか悪かったんじゃないですか、クリスタさんが。なんかこう危ない入り方したとか、そんないや全くなくて普通に駐車場入れたんですけど、うん、多分なんか気に食わなかったんでしょうね。でも後ろから見ててで睨んできて、やばいなこれ降りてきたらめんどくさいなと思ったから、たまたま僕 DIY でその日買ったばっかり積んでた斧とグローブをこうやって持ったんですで RPG の装備ミスったボットみたいなとりあえず能力高いから外観関係なしに装備させたらこんなになっちゃったみたいなですみたいな感じ、うん、ド
どうも戦えますもんね。そうそうそう。月で最後ぐらいですかね、200件ぐらい来てるんですよ。むっちゃ来てるじゃないですか。全然紹介できてないんですよ。毎回これを、まあ、200件は無理なんですけど、はい、100ぐらいは紹介しようと思うんですって。すごいな。でも30分ぐらいで終わっちゃうんですよ。え、2人だとこの引き出しが出てくるじゃないですか、どんどん。1人やとで全然出てこないんですよ、引き出しが。なんかあったかなって思って一時こう考えたりするんですけど、何も出てこない。でもそれがタックさんのスタイルがいいじゃないですか。そのリスナーさんがやっぱ強いから、アットホースこのテーマで言ってたらいっぱい来るじゃないですか、はい、それがやっぱ強みで、それを紹介してほしい人やからいいと思うんだけどね。パッて出てくるじゃないですか、1人でも。国沢さんってリスナーさんがそんなに圧倒的に多いわけじゃないし、はい、テーマでやりますっていうのは多分 1,2 件なんですよ、来ても。だからその広げないといけないからみたいな。そうそうそう、2件を10分にしないといけないわけじゃないですか。なるほど。だからそれが習慣ついてるだけであって、どっちがいいのかっていう話ではありますよね。圧倒的そっちや。ないものねだりって言うけどなさすぎね、こっちは。僕もさすがにないものねだりって言うけど憧れない、それがいいなとは思わないで。でしょ。はい、正直、はい、なさすぎるんですよ。すいませんでした。ゆうなさん、小さい頃家でヤンヤンつけ棒を食べてました。懐かしいですね、あのパンダのやつですね。お母さんにこぼさないように気をつけてねって言われた瞬間撒き散らしました。とんでもなく怒られました、うん、ヤンヤンつけ棒今食べれません、ね、これもお母さんもあってイラってするけど、やっぱりドナルドは良くないのかもしれないですね。良くないもんね、撒き散らしちゃうもんですから。僕もね、ホールケーキ食べれないんですよ。なんで買えないというか、ホールケーキ自分で切れなくて怖いんですよ。なんか昔おばあちゃんが僕ら家族に買ってくれたホールケーキで、なんかこうパイ生地のすごい高いやつなんですよね、うん、上にフルーツがいっぱい乗っててみたいな、はい、それがまあ定期的に2ヶ月に1回ぐらいおばあちゃんが買ってくれてて、それをこう切り分けて食べるっていうのが楽しみだったんですよ、はい、本当に楽しみで、母親が切ってくれる横でこうお皿を持って兄弟で待ってるんですけど、まあ、一個ずつ乗せるじゃないですか、うん、乗せてくれて、よし食べようってこう振り返ったら、感性の法則っていうんですかね、はいはいはい、スライドしちゃって、はい、パイがバーンと落ちちゃった時の あの悲しさと、まあみたいに言われた時の怖さで、はい、そのケーキを切り分けるのが怖くてできない。もうなるほどね。よく怒られてました、国沢さん。全く怒られないです。マジで怒られないです俺。記憶にほんと結構伸び伸びというか、そうっすね、そういった意味のトラウマはない。一回だけおばあちゃんが僕にブチギレたんですけど、いまだに謎をやってたんですよ。いや、おばあちゃんブチギレるってあんまないですから。ないでしょ、はい、四国のおばあちゃんがね来て、はい、まあ、妹がちっちゃかったんですよ、その当時、はい、でおばあちゃんがめちゃくちゃ俺の横に座って、はい、むっちゃ喋ってくるんですよ、はい、結構苦手なおばあちゃんって怖いから、はい、ブワーって喋ってきてた時に、妹がスーって立ち上がって冷凍庫か何かをパンって開けたんですよ、はい、じゃあそれが頭打って大泣きしたんですよ。うわー、はい、大丈夫大丈夫って終わるじゃないですか。じゃなくておばあちゃん僕にブチ切れたんですよ。なんであんた見とかないのよみたいな。いや、お前喋ってるからやないかって思いながらね。幼い僕です。幼くても分かってる、分かってる、分かるんですね、その時から。お前が喋っとったからそれぐらいかな、切れられたってマジでないっすわ。だから多分怒るって感情ないのそこかもしれないですね。なるほど、怒られたこと経験がないから怒らないみたいな、はい、確かにね。短期な人ほどこう怒られた経験が強いみたいなのよく言いますよね。なんかちょっとホラー入ります、これ最後言います、はい、レンちゃんさん、幼稚園ぐらいの時です。そう、祖母が亡くなりました。お葬式をやってる時、田舎で今式の火葬場ではない時ですね、うんうん、火葬炉からおい出してくれと男性の声の叫びが聞こえました。ただその声、ご遺族一同完全無視してたのを未だに覚えています。怖くないですか。本当に聞こえてたのか、その子だけとかレイちゃんさんだけ聞こえてたのかでだいぶ変わってきますよね。いや全然違いますよね。めっちゃ怖いっすよ、想像しただけで。パッて目開けたら火葬炉の中だったらどうします。実際現実世界では国沢さんが家で寝ました。でも国沢さんはそのまま起きませんでした、うん、様子見に来た、まあ、友人であったりとかが脈がないで、医師がそれも死亡だと確認しました、うん、でも国沢さんの感覚からして寝てるだけじゃないですか、うん、その後息を吹き返して、初がお葬式のところで、うんうんうん、バッて起きたらこれであれもう起きてるよっていう、これ薄いところからこう自分の家族の顔とか見えてるみたいな、想像しただけですごい怖くないですか。めっちゃ怖い。もう世にも奇妙な物語の世界ですよねそれね。奇妙とかじゃないですよ。奇妙じゃない、ただの事件ですから。どっかがミスしてますから。でもこういう話でよくあるじゃないですか、手形がついてたとかさ。ああそうですね、なんかの骨がバラバラだとこう杭を残して死んでるとかありますよね、うんうんうん、もしかしたらこういうシミュレーションってやっぱ人間誰しもするというか、はい、しますね。テレビの影響か分かんないですけれども、インプットされてて幼いからこそ理解ができなくて、その恐怖の映像と混じって聞こえてしまってるのかもしれないし、はい、誰か泣き声が追い出してくれに聞こえちゃって、今言ったんじゃないの今みたいな、あるかもしれないですね。あるかもしれないですね、はい、小さいものがかなりあれでかかったよなっていう記憶とかないですか。なんかめちゃくちゃ小さい頃に野球とか連れてってもらった時とか、うん、とんでもなく投げるスピードが今よりも速く感じたりとかですよ。僕まあ、ちっちゃい頃にお父さん離婚したんですけど、はい、1回だけお風呂一緒に入った記憶が残ってるんですよ、はいはい、でなんでその記憶があるかって、こう湯船使ってるところに一緒に使ってて、うん、でお父さんが先上がるよっつってバーッ
立ったら進歩3つあったんですよ。キングギドラみたいな。キングギドラだって、はい、僕その当時あ大人になるとチンコがこう生えてくるんだなって思ってたんですよ、はい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 、本当に結構な年いくまでそれずっと思ってたんですよ、うん、そのままお父さんいなくなったんですよ、うん、でもそんなわけないじゃないですか、はいはい、で大人になっても未だに絶対あの時お父さんのチンコついてたなって思うんですけど、よくよく考えたら何が起きてたかって、うん、お父さんのチンコがもしかしたら大きかったかもしれないです、うんうん、物が一物が大きくてザブーンってなった時に揺れた残像を見て、なるほどね、3本あったと思ってたと思うんですよ、はいはい、チンコ3本で締めくくるなよ、ええ、本当なんですってだからクリスタさんは3本チンポを見たことがないじゃないですか、うん、3本チンポないです、だから想像できないでしょ、想像できないというか、うん、そのなんか見たことないから想像の域でしかないじゃないですか、ないです、僕は現実で見た記憶があるんですよ、なるほどね、3本チンポ、はいはい、その気持ちがわかるいや分からんよ見てへんねんから、そうだからチンポっていうものにめっちゃ過敏に反応されてますけど、はい、僕はそんなとこで止まってないですから、チンポが3本あったことに驚いてるんで、別にそれが下品だとは思ったことない性教育と一緒というか本当にあったんですもん、ないよ、いやあったんですよ、おかんに聞けよもう、いやおかんに聞けます、親父チンポ3本あったら元の人は聞けるって、あったよって帰ってきた時のこと、はい、考えたことあります、あったよってなったらもうそれはもう世界遺産ですよ、もうそれはいやチンポ膝下まである方いるじゃないですか、世界遺産ってギネス記録に登録されてる方で、はい、ズボンの裾から七分丈やったらだって出てくるみたいな感じ、出てくるよね、短パンなんか履いた時にはもう丸見えですよ、はい、丸見え丸、でかいのところで競えるんで、チンさんはでも、いやだってもう相場というか基本位置が 99% なんで、はい、3であっても誰と競うのって話じゃないですか、1と競うわけにいかないじゃないですか、玉の数やもん、玉は2でした、玉2やろ、はい、玉2でチンさんなんで、絵に描いたスネ夫みたいな今回ですねトラウマとしてはあんまり紹介できなかったんですけど、次回とその次もちょっとクリスターさんにパーソナリティして、すみませんね、予定よりもだいぶ時間いっちゃってますけど大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ、僕は。ありがとうございます、はい、ちょっと次回その次もですね、クリスターさん、はい、お願いします、お迎えしますんで、最後に締めるワードみたいな、これから寝るよっていう方はお疲れ様でした、うん、これから仕事に今行ってますという方、今日も一日頑張ってください、最後までご視聴ありがとうございました、はい、これちょっと言っていただいていいですか？あ、僕が言うんですかこれ？はい、はい、さよならでいきましょう、でこれそのおしゃべらしてくれへん、今必死に覚えようと思ったのに忘れんうちに飛んだよ、飛んだでしょ、なんでこれ言わされてんのかもわからんし、これ今初めて飛べると思ったでしょ、3本の中の1本はちょっと言っていただけ、わかりました、国沢さんバード、これからですね眠るという方はお疲れ様でした、これからですね仕事に行かれる方、通勤で今忙しい方、学校に行かれる方は今日も一日頑張ってください、本日は最後までご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ちょいちょいちょいと同じ時の照れがちょっとありました、ちょっとありました、ありました、ゾクゾクゾクって言ってますよ、僕これだいぶ満金で言ってますよ、もうこんなんで多分、でもねそこがいいっていう意見一回も来てないですよね、もしかしたらみんなそこやめた方がいいんだって思ってる可能性あります、じゃあちょっと休憩屋さん次もよろしくお願いします、お願いします、はい